おはぴよ、どうもひなぴよです。それでは本日も小倉生エピソード4をやっていきたいと思います。はい、前回がまあなんかいろんな人間がいろんな方向に動き出し、でついにね、あの八王子蓮くんとゲンゲンが会ったね。ついに対面したね。その時になんかなんだろう、なんかねあそこすごい良かったよね、メグちゃんとゲンゲンのさ、なんとも言えないなんか、メグが決めりゃいいさみたいな、なはーって感じだったまだ興奮冷めやらぬ中なんですが、じゃあ続きやっていきたいと思いますよ。じゃあ次ゲンゲンだね。はい、行こうゲンゲン。どうするの？さてどうするか。メグに告白させる。告白、告白さえすればいいんだな。強引に告白させれば、そうね、無理やり好きって言わせればいいんだもんね。強引に告白させる機会が何か、メグが食いつきそうな、メグの性質を考えて、メグについて思い出そう。何か際立った性質があったはずだ。 OK、 なんだろう、琴の葉、大した女優？これ？違うかな？他にある？これかな？オッケーオッケー、合ってた。演技力抜群、場の要求に即座に適応する仮面優等生か。その演技力を利用させてもらうか。でもどこで利用できる？メグを立たせる、そんな舞台を用意するには、あー演劇？特化のメグを巻き込めるような何か大きな出来事があれば、これか、彼の悲願は特化急行動の復旧と演劇の復活。 OK、 演劇か、ラブストーリーらしいね。これが使えるかな。しかしメグが乗らなければ終わりだ。いや、彼女は必ず乗ってくる。ここは賭けだな。めぐみに動いてもらおう。うまくいくかはわからないけど、特化のめぐみに動いてもらおう。オッケー。お、めぐみちゃんに変えるのか。おゲンゲン見つけた、めぐみ。秋葉くん、こんにちは。ちょっとそうだな、ゴミ捨て場で。え、あの告白されると思ってる？大丈夫ああ、違った。よかった。秋葉くん、いよいよ赤い糸を結びつけるのね。うん、まあ。メグの告白相手はさ。知ってるわ。素敵な人よね。まさにメグさんの運命の人。告白相手の名前知ってる？ええ、もちろん。一目見てわかったわ。メグさんの運命の相手。これしかないよね。これあの人今日もやってるのね。聞く人もほとんどいないのに。特別課永田さん。やっぱり。これからメグさんが告白できるように応援するのね。そう、いや応援というかお膳立てだね。え？大舞台で告白させるんだ。僕らがそう仕向ける。大舞台か大舞台だね。大舞台で告白？そう、びっくりするぞ。好きな人が大舞台で目の前にいて。大丈夫かしら、二人がそんなことしてくれるかどうか。それは僕らの頑張り次第だ。どれだけ赤い糸を熱心に信じるか。信じる、信じてるわ。頑張らなきゃ。ああ、もううまいこと騙されてる。じゃあめぐみには舞台作りに大いに協力してもらいたいんだ。どうすればいいの？まず当日、めぐを演劇の舞台に引き上げる。当日までめぐには秘密だ。まあドラマチック。舞台にめぐをあげたら、永田さんが告白するよう芝居を持っていく。そして二人は舞台上でめでたく結ばれるのね。うまくいけばいいけど。でも演劇ってどうやって用意するの？長く封じられた演劇の復活は簡単ではないわね。そうだね。じゃあ、ゲンゲンに変えるのか、ここで。はいはい。演劇の復活は彼に任せよう。はい。
と、んーと、これかな、またこれかな。あ、オッケーオッケー。もう永田さんが始めてるんだ。めぐみ、彼を手伝ってほしい。わかったわ、秋葉くん、任せて。めぐみやる気満々だね。うまくやってくれるといいけど。いやー、こんなに人を騙して。いやー、でもな、依頼のためだからな、ゲンゲン。なんか仕方ないんだけど、めぐみちゃんがひん曲がっちゃうよ。さあ、行動開始よ。永田さんに会わなくちゃ。いいね。じゃ。あなたが永田さんですね。私は目白めぐみです。ん？演劇の復活、私も協力します。おお、ありがたい、よろしく頼む。あなたの恋路を実らせるためですよ。どうしてそれを。自信を持って赤い糸を信じましょう。俺たちも協力してやってもいいぞ。これ絶対市ヶ谷くんだと思う。誰？いやー、ここに熱い友情が目覚めるんだ。なるほどね。私の他にも素敵な協力者が。素敵な協力者って言ってる。なるほど、ここであのなんかやばい連中ねってなっちゃうのはやっぱり知ってる人たちだったからなんだ。なるほど。市ヶ谷くん、あらららら、どうした？どうした、元気だね。お前たち。グラフィック何これ。光っとるな、メガネが。なんでメガネにメガネかけてんだよ。おでこにメガネかけて、メガネをちゃんとメガネにかけて、あ、なんだ。しぶしぶ協力してやるんだ。お前の青春の天罰を見届けたくてな。お前たちありがとう。俺もお前たちと青春を謳歌したい。うわぁ、よつやくん、かわいいじゃん。ちょっと。よつやくんの顔、かわいいじゃん。メガネ外すとかわいい系男子だったんだ、君。俺たちに青春なんか。そんなことはないわ。愛と青春、運命の友情、素晴らしいわ。そうか。ええ、私たちの手で演劇を復活させましょう。しかし演劇の役者は俺たちだけじゃ足りないぞ。そうね、もっと協力者がいるわ。人を当たってみなきゃ。俺たちもやり直せるだろうか。まあやり直せるんじゃないかな。だってツッコミどころを用意したもんね、キャラクター性というかね。ただ太って陰キャって感じじゃなくて、あのちょっとなんか面白そうな太ってる子になったんじゃない。だってメガネかけてるのにおでこにメガネかけてたらさ、なんかなんだあいつって興味引いてもらえるかもしれないよ。よしよし。お、中野さんと代々木たま。じゃあちょっとたまちゃんが楽しみだから、ひろみちさんから行こうかね。舞台がなくてもいい、練習に励むのみだ。これはね、協力を仰ぎたいね。じゃあ、たまちゃん。あ、待って、その前に、あー市ヶ谷くんの、あの、進化した市ヶ谷くんの情報を見たかったわ。秋葉くんもついに動き出したわね。彼、幻の演劇を利用するつもりね。でも、人手が足りないんじゃない？ちょうどいい人材がいるわよ。送り込んであげる。幻の演劇復活のために、まだ役に立ちそうな人がいるわよ。なるほど。ちょっと一回ちょっと市ヶ谷くん見ていいかな。はい。友情が芽生えた市ヶ谷。特別感もね、秘密。ブルドッグに似ている顔、柔らかい重い油物が好き。体が最近重たいような気がしない。メガネは四角、体は丸、猫だ。あ、これ変わんないんかーい。友情が芽生えた市ヶ谷くんの、あの、グラフィックが変わっただけでしたね。はい。ということで、じゃあ、たまちゃん行こう。役に立ちそうな人とは、これ活動停止の演劇部、これかな。どっかの演劇部、活動を禁じられて悶々としているはずだわ。よしっと、じゃあ演劇部の人に接触しよう。どっか演劇部の人に接触するわよ。じゃあ中野さんがゴミ捨て場にいるから、そこに行くんだね。はいはい、どうも。先輩、先輩。君は普通科の放送部員です。それより私、気になる話を聞いて。気になる話って何？演劇部は休部にさせられたって本当なんですか？ああ、本当さ。特化には必要ないと。屈辱だよ。でも近く
特化で演劇をするって聞いて、その真偽を確かめに。え、そんな話聞いてないぞ。特化1年の目白めぐみさんから聞いたんですが、おかしいですね。俺もその子に聞いてみよう。役者を揃えないとね。たまちゃんマジでいい役どころだな、マジで本当に。じゃあ中野さん行くか。目白めぐみって子が演劇を企画、そんな行事ここで許されると思えないが。さあ、まあ集まってる打掌から。いたいた。目白さん。え、はい、目白は私ですが。演劇をするって本当？あら、もう知れ渡っているのですね。いや、そんなことはないと思うけど、詳しく教えてくれないかな。この子、演劇に興味があるのかな。はいはいはい、じゃあめぐみちゃん行こう。なるほど、最近騒いでる永田というやつが描いた絵か。協力してくれる人を探しているんです。俺も協力したい。演劇部なんだ。助ける資格はあると思う。そうですか、ありがとうございます。望みは薄いが、他の演劇部員にも呼びかけよう。ただし。ただし？この計画は内密に進めた方がいい。先生に気づかれちゃいけない。さもないと演劇をやるなんて知れたらきっと潰されるからね。そうですか、わかりました。じゃあ永田に会わせてほしい。はい。あ、こっちに連れてくのね。なるほどね。ちょっと飲み物飲みますね。なるほどね、幻の演劇。協力してくれないか。台本はあるのか。どんどん輪が広がっていく。これが赤い糸の力。いやー、ゲンゲンが頑張ってるんですけどね。さあ、中野さん変えよう。これが台本だが。うん、恋愛ものだね。こりゃ発見になるはずだ。主役の王子とヒロインの役は決まってるんです。そうか、じゃあ俺はヒロインの父の王役をやろう。おいよちや、俺たちはやらなくても済みそうだな。ああ、ほっとしてるよ。実際に舞台で練習したいが、急行道には鍵がかかってる。しかし急行道内のは荒れてるぞ。舞台だけでも綺麗にしたいが。あそこを綺麗にするのは大変だわ。そういや俺たちワックスを持ってるぞ。おう、それはいいな、持ってきてくれ。ただ持ち込むのは難しいんじゃないか。魚住先生がなぜかしょっちゅう急行道の近くにいるんだ。困ったわね。演劇以前にいろいろ問題がありそうだね。あららら、ら久しぶり、田畑ガモくん、こんにちは。あれ、でもガモくんに変えたことあったっけ。あれだよね、最初のエピソード4の最初に出てきて以来だね。こんなところに扉が、誰かが開けた形跡があるぞ。特化トップの俺が知らない場所があっていいはずがない。ん？貴様たち何をしている？田畑ガモ、厄介な奴に見つかったぞ。大久保ゴン太の腰巾着ではないか。バレるとまずい。おお、聡明な君なら俺たちの情熱に耳を傾けてくれるだろうな。あ、バカ。実はな、劣等生の奴らが勉強をサボってかくれん、かくれんぼか。ガモくん、ちょっと噛みすぎじゃない？優等生だと言ってもね、噛み癖があるんですね、ガモくんね。私のさじ加減。よし、セーブしましょう。で、人替えで、めぐみちゃん。というわけで、演劇をするのだ。感化できんな。先生に報告せねばならん。それはいかん。先生に許可を取ってやればいいだろう。ダメなんだ。俺たちの活動を潰した先生たちが許すとは思えない。ならば諦めるんだな。特化生は遊んでる暇などない。あの子の運命がかかってるんです。運命を妨げないで。知ったことか。俺は先生にありのままを伝えるだけだ。くそ、あのガリメメガネめ。くそ、あのガリメメガネめ。何としても分かってもらわなきゃ。あの子の運命のために。なるほど。
なんか言うんだな。なんだろう。メグさんの赤い糸が結ばれるのしっかり見届けましょうね。メグさんの赤い糸が。ん？メグ。演劇のヒロインなんです。彼女に内緒で計画を進めているんです。どんな演劇なんだ。台本はこれだ。お願い、先生には黙っていて。これガモ君が自分がヒーローやるって言うんじゃないの？この王子やるって言うんじゃない？モテモテだな、メグちゃん。マジで魔性の女すぎるな。うん、なるほど。キスシーン、なかなか面白い。おいおいおい、マジ？じゃあ黙っててくれるんですか？一つ条件がある。条件だと？俺も出る。ああ、役者が増えるのは大歓迎だ。ちょうど姫の従者役が足りず。俺は王子だ。出た、ほらは？俺が王子をやる。大丈夫だ、セリフは一晩で覚える。王子役は永田さんがやるって決まってるんです。ならば交渉決裂だな。先生に報告を。お前横暴すぎるぞ、教師どもの操り人形のくせに。なんだと？もう一度言ってみろ。喧嘩はやめて。待て、わかった。田畑、君が主役、王子様だ。いいの？永田くん。おい永田、お前が主役じゃないと意味がないだろ。いいんだ、俺はこの演劇が復活するだけで満足だ。永田。よし田畑、台本を覚えてくれ。演技は俺よりお前の方が上手かろう。任せておけ、俺の協力もあればもう大丈夫だ。ぬすっとだけだけしやつめ。頼んだぞ。あ、運命がねじ曲がってゆく。どうしよう。俺に全て任せておけ、お前らの頭ではどうにもならんさ。なんだろうな、なんか、メグちゃんとチューしたいだけじゃん、こいつ。何こいつ。ちょっとなんか面白いな、こいつ。いいな。じゃあ、市ヶ谷くん帰るか。みんなね、永田くんの味方なのにな。これは、いかんな。ああ、いかん。俺は永田に協力するのだ。あのガリ弁メガネじゃない。しかしどうする？俺に考えがある。おお、さすが作詞市ヶ谷。してその案とは？ガリ弁メガネを出し抜くんだ。どうやって？こっそり筋書きを変える。我々しか知らぬ筋書きに。その筋書きとは？実は姫の命を狙う偽物が王子になり変わっていたのだ。おお、なるほど。うむ、それがガリ弁メガネか。囚われていた本物の王子が寸前のところで駆けつけ、偽物を退治。命を救われた姫はめでたく本物の王子、すなわち永田と。接吻。いいぞ、早速永田に伝えよう。永田も、あ、間違った、一概役だった。永田を追いかけるのだ。まだその辺にいるはずだ。おら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 。何、ここにいた。あれ、これ一概役か。え、どこどこにいんの。おら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 、あれ、いないよ。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 あれ、いないよ。え、いないよ。あれ？あ、なんだ、いけたわ。いけないかと思った。おい、投げた！俺たちの話を聞け！ん？わー、なんか、なんか聞き耳立ててる人いる。これ誰だ。あ、これめぐみちゃんか。バカ野郎、そんなことを。永田よ、お前は王子であり勇者だ。しっかり自覚しろ。そうだ、姫君をその手で守らずして何が青春か。お前たち。いいな、必ずやるんだ。お前の栄光は俺たちの栄光でもある。俺もお前と同じ考えだ。永田、愛と青春、これほど素晴らしいものはない。そうだ、男子高校生の本懐とは青春を謳歌し愛を喜ぶことだ。永田、
お前の青春とやらを俺たちに見せてみろ。なんだこの熱い友情は。ちょっと泣きそうだわ私。永田くん、よかったな、いい友人に巡り会えて。うん、そうだな、そのためなら俺は命を張る所存だ。やるぞ、見ていろ、お前たちの青春は引き受けた。よし、それでいい。何、俺たちに任せておけばいいのだ。俺のために、すまぬすまぬ。なんて美しい愛の運命。お前たちの決意、なんとかかんとか、かんとかかんとか。いや、感動してることは伝わった。そして数日後、またね、読めたかったけどね。めぐみ、演劇についてその後どう？うん、頑張ってるわ。でもね、問題がいくつか。ん？演劇の会場、急行動に入るには一つ問題が。これは、あれだね、魚住先生の話だね。これだ。先生が急行動を見張ってるらしいの。え？誰が見張ってるの？うん。いつも魚の話ばかりしてる魚住先生、急行動を見張ってるって。ま、そういやこの間急行動で見かけたな。掃除とか舞台準備したいのに困るわ。朽ちた急行動の掃除は大変そうだね。道具はあるの？掃除の道具か。そういえば、なんかあったっけ。あ、ワックスがあるって言ってたね。そういえばこれだ。そういや俺たちワックスを持ってるぞ。協力者の二人がワックスを持ってきてくれるんだって。へえ、ワックス。うん、なるほど。秋葉くん、秋葉くんたら寝ちゃったわ。お、赤糸紡ぎ来る。いいね。よしよしよし。じゃあ、あー、セーブが1に戻った。よし、行こう。そして、あー、間違った。人返しなきゃ。さあ、玄玄の赤い糸紡ぎが来ます。源氏覚醒。ついに彼が真剣に勝利を狙い始めた。彼の思考に従って、適切なことの葉を選んで計画を練っていこう。一度も間違わずに連続正解すると、最後にいいことがあるよ。わあ、かわいい、この一万家。さすが泥水さんですね。急行動の邪魔者、あの教師、なぜかいる魚住先生、そして他におかしいことが、特化屋上に通じる急行動の外壁屋根、そこで見つけた奇妙なものとは。ロープかな。あのロープさ、魚住先生が使ってるんじゃないの。ん？ちょっと待って。外壁屋根、そこで見つけた。あ、濡れてるんだ。はいはいはい。屋根が濡れてら。降ってないのにおかしいな。濡れていた屋根。外壁から地上に降りた時にも変なものがあったな。これはタンクですね、タンク。タンク、いくつかの中に水が入ってるな。2連続ヒット。草むらの水入りタンク。急行動にタンク？誰も近寄らない急行動に？急行動の入り口に誰かいるのか？窓の向こうに気配が。あれは特化の体育教師。待って、間違った！よし、行きます、ロードしまーす。はい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 。源氏初めて紡ぐっていうタイトルなんだ。なるほどね。さあ、源源。ごめんね。急行動の入り口に誰かいるのか？あれか。気配があるんじゃなくて、気配があるんじゃなくて、どれだっけ？これか。急行動見張ってる。これの話かな？オッケーオッケー、3連続ヒット。魚住先生が急行動の近くでうろついてるらしいな。何してるんだ？魚住先生一体何してるんだ？ことの葉、失敗するのが怖いのでここでもう一回セーブしとくわ。琴ノ葉ね。どれだ。ぬるぬるテカテカではないしな。魚住先生はこれかな。窓の向こうに気配が。あ、オッケーオッケー、4連続ヒット。はあ、魚住先生、なるほど。
そりゃ熱心に見張るはずだよ。まあこの状況を利用させてもらおうか。タンクも見つけた。タンクの水なんとか恵みたちの役に立たないかな。アバックスか。このさ、ぬるぬるテカテカしてるのってさ、ワックス塗ってんのかな、顔に。違うか、さすがに。掃除とか舞台準備したいのに困るわ。これか。オッケー、ご連続ヒット。水、掃除に使えるな。それから舞台準備の仕上げにあれも使おう。使えるものは何でも使いたい。きっと彼らのあれも役立つぞ。ほう、彼らのあれ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 、どれ、え、このいい絵が撮れたな、ゲンジってなんだ。あ、これあれか、メグちゃんのなんかコスプレ写真か。あ、ちょっと待って、太った特化生のヌルヌルのやつがまだ使ってないもんね。これかな。あ、オッケーオッケー、パーフェクト、やったー。あ、やっぱりヌルヌルテカテカしてる理由ってワックスなんだ。ワックス、きっとびっくりするぞ。これでメグがよく映える。屋上のレン、あいつに光り輝くテカテカの舞台をお見舞いしてやるか。ふぅ、なんでこんなに真剣にならなきゃいけないんだよ、腹立つな。秋葉くん、どうしたの。めぐみ、運命とは困難を伴うものさ。その困難を乗り越えさせるんだ。わかったわ、頑張る。舞台は綺麗にした方がいい。仲間たちに掃除を頼んでみて。そうね。掃除に必要なものはもう行動にあると思うんだ。それを使って。うん。秘密の作戦だから急いだ方がいい。めぐみが率先するんだ。ええ、任せて。演劇はめぐみに任せて、僕は最後のダメ押しを。最後のダメ押しか。まあ最後のダメ押し気になりますけど、じゃあ今日はこの辺で終わろうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。いやー、ゲンゲンのあの一枚絵超良かったし、なんだろう、感動しちゃったな、嫉妬激励隊の友情に。まだ嫉妬激励隊にはなってないけど、彼らがねえ、なんであんなにひねくれちゃったのかっていうのが多分この後分かっちゃうんでしょうけど、それはまた次のお楽しみにしましょうね。ではまた次回、おつぴよでーす。